お疲れ様でした。まず今日の試合振り返っていかがですか？試合の入りをしっかりみんなでやっていこうって言ってたんですけど、そういう部分でもすごい相手に押されてしまって、自分たちのプレーが全然できなくて、自分自身も相手の対策に対して、自分で殻を破ってどんどん行かなきゃいけないのに、相手にやられてばっかりで全然自分たちのプレーができなかったのがすごい悔しいです。今回このウィンターカップ、どんな気持ちで臨みましたか？本当に3年間やってきて最後の集大成なので、全員で本当に支えてくださった方々に感謝のバスケットボールで、目標としてた全国ベスト4以上を達成するために本当に全力でやってきたんですけど、こういう結果になってしまって本当に悔しいです。今こうして3年間の高校バスケ生活が終わりましたが、どんな気持ちになりますか？本当に楽しくて、3年間この仲間とやってこれてよかったって部分がやっぱり大きいんですけど、やっぱりその分今回勝てなかったっていうのが本当に悔しくて、本当に悔いの残る終わり方になってしまったなって思います。卒業してからもバスケは続けるそうですが、今後の目標を教えてください。自分は実業団に行くんですけど、沖縄の皆さんにいい報告ができるように、これからまた一から頑張っていきたいなって思います。では最後に後輩たちにメッセージをお願いします。今年はこうやって悔しい思いをして終わってしまったので、来年は自分たち の目標である全国ベスト4以上っていうのを達成して、楽しくみんなにバスケットをやってほしいなって思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。